10月25日、弘前市立博物館で現在開催中の令和6年度特別企画展にロサンジンの宇宙、魂をえぐる美が欲しいの来場者が3000人を突破したとして、セレモニーが行われました。3000人目の来場者となった奈良岡京子さんには、熊谷義明館長から図録と、 ッのマスコットが贈られました熊谷館長によりますと9月28日土曜日に企画展が開幕してから連日100人前後が来場しており11月24日日曜日の会期終了までに5000人を突破する見込みだということです。3000人目の <laughs> 来場者ということなんですけれども、今のお気持ち、えー、もうはどうしてこちらのえょう、今日天気委員で、はい、あの公園をこう散歩に来たんですね、それでその帰りに、あ行くときにちょっと見てたんで、あ帰り寄ってみないっていうことで、今寄らせていただいたんですけど、もうびっくりしました。<laughs> お住まいは今日どちらからか広市内です はい、はい。この企画展やってるっていうのはずっとご存なで、知らなかったんですよ。で、散歩に来て初めて見て、あ、寄ってきたいということで寄らせていただいた。はい。ね、寄ってよかったと思います。<laughs> の三重は好きなんですか。え、あの焼き物好きなんで、やっぱりきちっと見てみたいなと思って、はい、楽しみに来たんです。そうですね、はい。今回このズドクとマスコットを。はい。 いただきましたが、はい、お気持ちはいかがですか、えー。嬉しいです。もう大事にまたあの楽しみたいと思います。はい、ありがとうございます。